出なさい。ほっといてよ。何を寝ぼけているの。起きなさい。しょうがないね。まったく、ここはホテルじゃないんだよ。な、気安く触んないでよ。私を誰だと思ってんのよ。ほら、これがあんたの所持品だ。中身を確認して、書類にサインして。エヴァ・ハイネマン、二度とこんな虎箱なんかに来るんじゃないぞ。あんな裏通りで酔っ払って寝込んで、無事でいられるだけでありがたいと思え。タバコある？あ？タバコあるって聞いてんのよ。署内は禁煙だ。外に出て勝手に吸え。ライターどこよ。バッグ、私のバッグどこにあったのよ。あんたのバッグはそれだけだよ。嘘よ。私もう一つ大きなショルダーバッグを持ってたんだから。どうせ通りで寝込んでるところを物取りにやられたんだろう。どうしてくれるのよ。大事なものが入ってるのよ。とりあえず盗難届出してみるかい。まず無理だと思うけどね。鍵をなくした？バッグごとやられたわ。早く部屋を開けて。あ！何よこれ。参ったな。やられちゃったよ。困るんだよね。鍵付け替えなくっちゃ。あ、それにハイネマンさん、先日から言ってるけど宿泊料の件、前金でもらってる分とっくに足りないんだ。超過分の料金をもらわないと。スーツケースまでこじ開けられてるわ。聞いてんのかい。超過分と鍵の交換代。お金ならないわよ。出てきゃいいんでしょ。そりゃ災難だったな。それで俺を頼りに来たってわけかい。二度と会わねえって出てったのはそっちだってのによ。久しぶりに会ったんだからお酒くらい飲ませてよ。おい、エヴァよ。お前別にバッグ取られたから金がなくなったわけじゃねえんだろ。あんな凄まじい金の使い方する女なんて見たことねえ。あれじゃいくら金があっても足りやしない。どの道金はそこついてたんだろ。いくら出す？あ？寝てあげるわ。
いくら出すって聞いてんのよ。バカ、どこの世界に何度も寝た女に金を出す男がいると思ってんだ。お酒飲ませてよ。その辺の通りにでも立ってろ。どっかの物好きが買ってくれるかもしれねえぜ。お前みたいな豊島のアル中でもよ。うちに置き忘れたんじゃねえことは確かだ。次にはしごした店と違うか。この店の後は記憶がないのよ。大事なものが入ってたとか言ってたが、金目のものなら諦めた方がいいぜ。お金なんかに変えられるものじゃないわ。お金なんかに。いや、探したよ。今そこのパブに行ったら、あなたこっちの方に歩いて行ったって聞いたもんだから。あんた誰？やだな。昨夜二人であんなに楽しく飲んだじゃないか。あなたと飲んだ。はい、バッグ。これを渡したかったんです。あ？ってことは、もう一度自己紹介しなくちゃダメかな。ロベルトだよ。どう？その辺で食事でも。そりゃあひどい。ホテルの部屋が荒らされていた？でもあなたの仕業じゃなさそうね。もちろんですよ。バッグ開けてもいないよ。鍵もちゃんと入ってるわ。でもこんな鍵もう用はないわ。申し訳ない。私がバッグをもっと早く渡していればホテルも追い出されずに済んだのに。あなたが悪いんじゃないわ。それよりこのバッグを届けてくれて感謝してる。私はそのバッグに感謝しているよ。え？昨夜君が店を出て行った時、そのバッグが置き忘れてあった。君とはあれっきりかと思ったが、そのバッグのおかげで私たちは今またこうしている。大事なものが入っていたんだね。まあね。手元に残ったのはこれだけ。うん、アルバムか。見てもいいかい？どうぞ。それが私の父。立派な人だ。確か病院の院長だった。ゆうべ私が話した？ええ、とても尊敬しているって。10年前に亡くなったそうだね。君ゆうべ悲しそうに話していたよ。そして、ああ、これが婚約者の。私そんなことまで話したの？ええ、確か天馬とか。まだ忘れられない？昨夜私は何て言ってた？もう忘れた方がいい。僕はちょっと嫉妬したよ。うん？このページだけ何も貼ってないね。あら、そう？何か貼ってあったんだ。剥がした跡がある。いらない写真だから剥がしたのよ。なるほど。ねえ。ん？飲みに行かない？いいね。そう、あなた警備会社やってたの？うん、南フランスのニースでね。ところが長年ボディーガードを務めていた雇い主が殺されて、それで会社を畳んだんだ。お互い辛い身の上ね。忘れよ。大切なのは今だ。今を楽しまなくちゃ。この曲
アルグリーンだ。あなたもこの曲好き？ああ。踊りましょう。どうしたの？いや、踊りは苦手なんだ。腰に手を回して。そう。この曲が好きなのに踊りの苦手な男がいてね。で、いつもこうしていた。そう。あ、楽しい。あなたもどう？もう一杯。いや、もう結構。弱いのね。じゃあ寝る？お、いいね。その前に一つ聞いておかなきゃならないことがある。何？写真はどこだ？何の写真？とぼけるな！アルバムから剥がした写真だ。どこへ隠した？写真を渡したら教えてやるよ。探しているんだろ、天魔を。な、お前があの写真を燃やさずに持ってるのは分かってるんだ。知ってるの？天魔の居場所を。あなたの言ってる写真ってあの男の子の写ってるやつでしょ。名前はヨハン。見たわよ。あの子金髪で随分美しい青年になったじゃない。1年前デュッセルドルフで見たのよ。ケンゾー、もう一度やり直すの。あなたは私と一緒にいなければならないの。ケンゾー、あなたは私のものよ。もう一度あなたを取り戻すわ。あなたは私のものなんだから。で、君今どうしてるの？いろいろ噂は聞いてるけど。その噂の通りよ。3回結婚して別れて、父の遺産と慰謝料で何不自由なく暮らしているわ。あなたこそどうしてるの、ドクター・ベッカー？え？僕かい？僕は相変わらずさ、出世コースとは何の縁もない。そこ行くと天魔は外科部長、ゆくゆくは院長なんて言われてる。さあ、ついたもんだよ。しかしまあ、これはこれで楽しいもんさ。出世だけが人生じゃない。天魔みたいに仕事仕事で女も遊びも縁がないなんて、まっぴらごめんだね。ケンゾーは、ドクター天魔はまだ結婚しないのかしら？そうなんだよ。今まで何人も女性を紹介しているんだけどね、仕事第一で本人に全くその気がない。ああ、そうそう。それでね、今度もまた僕がセッティングしてやったんだよ。州議会議員の娘でね、美人なんだ、これが。あの娘でダメなら僕はもう知らないよ。で、僕を呼び出したりして、何の用だい、エヴァ。元院長の娘で以前は僕なんかに目もくれなかったのに、まさか君から呼び出してくれるなんて思わなかったよ。わかるよ、何不自由ないなんて言ってたけど、本当は寂しいんじゃないのかい？僕でよかったらいつでも相談に乗るよ。会わせないでほしいの。え？その州議会議員の娘、健三に会わせないで。まさか君まだ天魔のことを。お願い。
今日こそしっかり物にしろよ。俺がせっかくセッティングしたんだからな。会ってみなきゃわからないよ。ん？これだ。入院しているユンケルさんが言ってた時計ってこれだよ。すいません、ショーウィンドウの時計なんですけど。おい、なんだよ、もう待ち合わせの時間だぞ。おい、素敵な腕時計ね。 あなたは。私の時計はただのアクセサリー。時間なんて見なくなったわ。なぜかしらね、時間が過ぎるのがどんどん早くなるのは。あの、失礼ですけど、あなたは？州議会議員のベルガー氏のお嬢さんで、アンゲリカさんね。はい。あなた、とっても綺麗ね、若いし。いえ、そんな、あの自分を中心に世界が回ってると思っている。あ、この世に手に入らないものなどないって思ってるでしょ。あの、何がおっしゃりたいんですか？あなたは一体？私の内ももにほくろがあるの。キスするのよ。いつも決まってそこにキスするの。ドクター建造天馬はね。あれや。見ろ、お前があんなとこで買い物なんかして遅刻するから彼女帰っちまったぞ。いや、そうか、悪いことしたね。君から謝っておいてくれないか。おい。今お前が電話すりゃ機嫌直してくれるよ。おい、ちょっと病院に顔を出したいんだ。また仕事かよ。いい加減にしろよ。建造、私のもの。あなたは私のもの。ユンケルさん、待ってください。ユンケルさん、建造、どうしたの？待って、建造、話があるの。ユンケルさん、ハイヒールが。
見たのよ。私、一年前、デュッセルドルフで。あれがヨハンなんでしょ？Fighting.